お任せ。オッケー。今日はちょっと優しくやりますね。いらっしゃいませ。また来たの？なんか重くない？最近耳傷ついちゃうよ、そんなに来とったら。耳かき好きだけん来たの？またいいよ。じゃあ耳傷つかんようにしてあげるけん、今日もよろしくお願いします。ちょうどよかった、暇しとったけん。うん、なんか今日全然お客さん来んくてさ、ずっと暇しとったけん。ちょっとさ、もう何回も来てくれとるけど、枯れてから書くね。だってこれ書かんとさ、怒られるんだ。はい。じゃあ、今日は、希望の耳かきはありますか？うん。なんでもいいんだけど、こないだ何でやったっけ？木でやったんだっけ？じゃあ、別のでしてみる？お任せ。オッケー。次は、最近なんか悩みとかある？寝れてないとか、あと耳とかただれたりしとらん？うん。オッケー。寝れてないね。うん、あなたは何回も来てくれてるので、これでもう大丈夫です。初めての人だったらもうちょっと詳しく聞くけどな。うん、じゃあ早速やっていくよ。ちょっと先に消毒するな。耳の消毒します。なんかあんまり何回もね、月に何回もやっとったらちょっと耳が傷ついちゃうけん、来てくれるのは嬉しいけど、今日はちょっと優しくやりますね。していきます。今日は雨降っとらんかった？来るとき。なんか最近いきなりさ、雨降ってくるけんさ、気をつけてな。もし傘持っとらんかったら、傘いっぱいあるけん、どれか持って帰っていいよ。俺も自分の手消毒します。これ先やるよ、ちょっと順番間違えちゃった。
っとだけこっちの耳の裏っ側傷みたいなんできちゃっとるけん、ここちょっとだけ手当てするね。そんな大したことないけど、自分でやった耳かき、自分でやったの。でもその時についちゃった傷かな。慣れてる人だと力強くやっちゃったりするけん、耳かき慣れてきたけんって力強くやっちゃダメだよ。あ落ちちゃった。ちょっとだけ手当てしますね。しみる。大丈夫。これで OK。 よし、では耳かきしていきます。耳かきした後にちょっとだけ耳のマッサージもするね。いいですか。よし、この間してないやつ、この間木のやつでやったっけ、今日はちょっとステンレスのやつでやっていくね。痛かったりしたら言って。今日はゆっくり優しくやっていくけん、ちょっと待ってな、よく見えんから。メガネします。よし、これよく見えるようになった。帰れたことがあったら言ってね。今月何回も来てくれとったけん、めっちゃ綺麗だわ。まあでも普段ちょっと自分じゃ多分やりにくい場所、手の角度とかによってやりにくい場所とかあるけん、そこを俺が綺麗にしといてあげる。こことかね、自分じゃやりにくいよな。今日な、店のものちょっと買い出しに行っとったらな、雨が途中で降ってきちゃって、10分ぐらいで上がったんだけど濡れちゃった。でもこの服しかさ、この浴衣しか持っとらんけんさ、今日ちょっ
ょっとシワシワになっちゃった。お客さん少なくてよかったかも。うん。反対の耳もするね。こっち側だっけ？いや、自分でやるの苦手って言っとったの。こっちか。ステンレスの耳かきは、なんか、汚れは取りやすいけど、硬いけん、結構、傷つきやすいから。一般の人がやるときはちょっと力入れすぎんように気をつけて。一般の人はこういうおばあちゃん家とかにあるやつがいいかも。これだったらほら先が丸くなってるけんやりやすいでしょ。でもちょっとさ、耳かき好きな人からしたらちょっと物足りんなって思っちゃうかもしれんけど、まあでも本来汚れが取れれば満点だから。耳かきってステンレスってさ、こっちどっちの方が良かった？これの方が良かった？じゃあちょっと他のもやってみるね。じゃあ柔らかい系の方がいいのか。これにしよう。奥の方見たいけん、ライトで照らしていい？耳の中。眩しいかもしれんけん、目つぶっといてもいいよ。奥の方やるけん集中モードに入るの。いいよ、リラックスしといて。急に動かんかったら何してもいいよ。笑かさんでな。
さん、もうここ気持ちいいっていう。じっとできて偉いな。結構お客さんによっては動いちゃう人とかおるけどな。ちょっと忘れんうちにさ、今日使った耳かきちょっとメモしていい？なんかメモしとかんといけんくてさ。ゾワゾワするでしょ。そう、両耳な、ゾワゾワする。する。ちょっとなんかもう噛んじゃった。ちょっと次回も両耳やるね。次回はすぐに汚れるけん、ここだったらまあ耳の中よりは回数頻度高く耳かきしてもいいよ。でも力入れちゃダメだよ。こうやってゆっくり、ここね、この耳のさ、上が、ここも、男の子も、女の子も、汚れたまるから、ここちゃんとやること。はい。もう綺麗にしてください。そしたら、すっきりするけん。
少ない。まずかった理由ってな、この部屋結構暑いけん。ではさっき言ってたマッサージをしたいと思います。最初はジェルを塗ってマッサージしていくけん、ちょっと耳につけていきますね。これもつけていきますね。しながらマッサージします。なんだよな、これ。今度これだけのコースもあるけん、やってあげる。うん。だいぶ耳に染み込んできました。こっちの耳の先毛がちょっとだけ荒れとるって言っとったところも、ここ避けて塗っとるから心配せんで大丈夫。最後に保湿して終わりますね。これも塗っていきます。
燥しちゃうんでね、耳も顔の一部だと思って保湿してください。ございました。また喋り相手がおらんと寂しいけん遊びに来て。暇の日だったらそこ狙ってきてくれたらちょっと安くしとくので、今日はありがとうございました。帰り気をつけて帰って。オッケー。ではまたのご来店お待ちしてます。